ベリー公の糸も豪華なる、自当初より5月5月は、グレゴリオ歴で年の第5の月にあたり、31日ある。日本では、旧暦5月をサツキと呼び、現在では、新暦5月の別名としても用いる。サツキは、この月は田植えをする月であることから、サナエ月と言っていたのが短くなったものである。また、サという言葉自体に、田植えの意味があるので、サツキだけで、 田植えの月になるとする説もある。また、さつきには神に捧げる稲穂の意味もある。日本書紀などでは5月と書いて、さつきと読ませており、さつきをさつきと書くようになったのは後のことである。さつきという表記は元来、漢石に現れる陰暦5月の別名である。 自我によると古代中国では12ヶ月を、それぞれ、数女、よ、さつき、かつ、あいつよしげん、あきらことと呼んでいた。また、さつきは、花の名前となっている。正午月の別名もある。なお、旧暦の5月は、新暦では6月から7月にあたり、梅雨の季節である。さみだれとは、梅雨の別名であるし、さつき割れとは本来は、梅雨の晴れ間のことである。英語名などの名は、 ローマ神話で法上を司る女神マイアの名にちなむと言われている。12ヶ月で唯一英語名に略称が存在しない。春の後半にあたる。5月3日4日5日は祝日が3連続し、同じく祝日である4月29日や、その周辺の土日曜日と共にゴールデンウィークと呼ばれる時期となる。沖縄県や奄美群島では、例年5月上旬より梅雨となる。 九州では早ければ5月末から梅雨となることがある。稲苗月、いろいろ月、う月、剣後月、月水月、さつき、さ苗え月、さみだれ月、斜月、立花月、中華、梅月、翌乱月この記事は以下のカテゴリでも参照できます5月に関するカテゴリありがとうございます。